はい、クミンです。非常事態、非常事態で、あのね、控え室がですね、ちょっと打ち合わせのところがもう開かなくって1時間半待ってやっと開いたんですよ。で、本当はもうね、メイクできてなきゃいけないのに、これからメイクということで、じゃあメイクさっちゃんが、さっちゃんが急いでます、急いでます。すいません、こんにちは。はい、急いでます。すいません。ファンデーションだけ出していただければ先に塗ってます。ごめんなさいね、ちょっと待ってください。いいですね。非常事態、非常事態、発令。非常事態、非常事態、発令。やっぱりあのすっぴんは透明にしとこうか。もうね、ここにあのソーシャルディスタンスのこういうカーボンがあって、向こうで打ち合わせするんですけど、いやー、こんなにね、何年もね、ちょっとあの QVC さんやらせていただいてるの今日毎日なんですよ。ね、すごいですよね。もうそれとつなげますから、ドライヤー出てます。あのブランデーションだけいただければ。あ、やらしますか。はい、少々お待ちください。ウィンディーショップです。よいしょ。ドライヤーボタン。なかなか生放送なので遅れるわけがないので、ねえ、こんなことってあるよね。あの、食べ物を食べるところがちゃんと決まっていて、そこに休憩室みたいなのがあって、そこでね、ちょっとあのコンビニで買ったランチしたんですけど、それでもね、それでもまだ全然でした。うん、事前のメーカーさんとの打ち合わせが、ね、できなかったので、あのナビゲーターさんと一緒 の説明になるんです。なので30分間の間に全部この商品の特徴とか何をアピールするかを全部ね、集中的に頭に叩き込むっていうね、やりがいのある仕事になりました。ね、そういうやっぱ緊張感がやっぱりね、現場はね、楽しいんですよ。ね、こういう緊張感が楽しい。今ちょっと化粧水、ごめんなさい。ありがとうございます。ありがとうございます。天井の役者ってそうなんですよ。あのね、誰が迎えに来てくれるわけじゃなく、モニターの音を聞いたら自分の出番だっていうことで自分で行くので、はい、本番行きますからスタジオ来てくださいってわけにいかないので、もうとにかく一日中この何ですかね、劇場が空いてる時はね、緊張感があるんですよ。遅れちゃいけないね、遅れちゃいけないので、じゃあすっぴんになります。
喋っても喋っても手を動かすっすね。素晴らしい。もうね、あの河原ってね、もう綺麗にしてくるんだけど、本当に車に乗って楽屋入るだけなのにもう真っ黒なんですよ。どんだけ外の空気が汚れてるかっていうことですよね。30分ないんだ。ねえ、30分なくて完璧に仕上げるぞ。おーおーおー、両手使え両手使え。またお昼食べ過ぎた。あれ、今まであの鉄板丼なんか一つコンビニの食べたことない。ペロッと入ってまだ食べたい。その後ソフトクリーム食べて、もうね、この QVC のね、あのちょっと今すっぴんなんで、 QVC のねところにねミニストップあるんですよ。ミニストップのソフトクリーム美味しいんですよね。ミニストップの美味しいよね。何気に真剣何気に真剣。いつも真剣。真剣だよ。いつも真剣だよ。あれ？あ、こうじゃなくて、ここ。今一生懸命こうやって一生懸命出ろ出ろっつって。こここうですよ。こここう。あ、出すぎた。これね、今あの開けっぱなしにしなきゃいけないでしょ。だからね、私のこのすっぴんとかメイクしてるとこれね、通りすがりの人みんな見れるんですよね。恥ずかしいっすよ。恥ずかしいけど仕事っすよ。仕事だな。どんな時も私は正座をする正座をする。23番、ちょっとファンデーションと前まで行っちゃうね。はい、お願いします。それで間に合うよね。あと、うん、間に合いますね。あと30、あと9分、うん、あと9分時間をもらえれば、うん、大丈夫です。お化粧、9分って言ったらカップラーメンが3回食べられるね。ふやかせられるよく、あのカップラーメン出始めの頃3分っていうのさ、ウルトラマンと同じだとか言ってたの。実はあれがあってね、ウルトラマン3分になるとピーコー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 シュワーって帰るじゃない。もうね、このあのせっかちの私ね、この速度がもうすっごい合ってるの。本当にもうこのぐらいの速さでね、時は流れた方がね、私には合ってる。時間があるとね、ゆっくりなんでしょう。よし、起きた。はい、シャドウ入りました。はい、凹凸ができました。
凹凸できました。お口の周りをちょっと寄ったらティッシュで油オフします。オフ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 しました。これは首だから、これが首、これが顔ね。お化粧専門の YouTuber の人たちにね教わってまねっこして買ってます。これがきめ細かや、細かやくてって、細かやくてってどういう意味だ、細かくて、もう私みたいな大雑把な腹でも綺麗にお粉がついてくれる。ちょっと首まで伸ばしてね、首まで伸ばしてちょんちょかちょんだね。ファンデーション出来上がり、シャドウいまーす。シャドウ、シャドウ、シャドウ。どうしようか、今日はピンクだから洋服は、はい、ちょっと華やかの方がいい、はい、と言ってもそんなには変わらないけど、はい、どっちかっていうと、はい、帯になんかもうオークルよりはピンク系でいきましょうかみたいなノリですかね。はい、白白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 、ピンクがちょっと入ります。ピンクノーズ入ります。ちょっとここら辺くぼんできたからね、あんまり入れるとねすっごい厚化粧みたいに見えちゃうので、もうこんなもん、こんなもん、はい、入りました。そして顔の光沢ちょっと入れます。まず白で目の下、目の下、あ、私メイクのプロじゃないので、もう本当私の自己流なので、私本当メイク苦手なのですいません。あの特にあの見ていただいても、なんかこう、あ、そんなとこでそんなとこ塗るみたいなノリで、もうそんなとこそんなとこ塗るみたいな。ボービンのピンク強くして、あ、気圧が変わった、今耳がキンときた。コフィニアではね、あの打ち合わせの後でもね、着替えるんですね。とにかく打ち合わせまでに大体ベースを作っておかなきゃいけないので、うまい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 、はい、あ、この色何？マック？あ、綺麗、見て見て、ほら、これ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 、すごい、マック。縁取りをね、するんですよ。こういうのでやったりと後でバカす。キモいキモい、眉はないわ、顔はのっぺらだわ。ちょっと眉描くね、あまりにも気持ち悪すぎるからちょっと眉描きます。眉描くときは真剣です。大体ね、顔ができてればさ、どこに目があるとかね眉が描いてあれば、あと、ね、本番までにもう少し手直しができるから、とりあえず描いとけばなんとかなるね。ゲジゲジでも描いとけばなんとかなる。あら、ちょっとゲジゲジすぎた。でもないよりはいい、ないよりはいい。はい、眉、ちょっと後でね、直すとしてね。そして目尻、目尻、目尻にちょっと濃い色を入れて、目の下に入れて。いいですか、今日も。そして、はい、ありがとうございます。あ、でも後で使うかも。はい、
つもあるこの黒、黒とちょっと濃いめと薄めリクイドです。リクイドのアイライナーです。スメッキさんになっている。上だけちょこんと描くと目が大きく見えるかな。でも今日ちょっと透明だからなんか濃いメイクでも良さげな。結構色飛ぶよね。飛びますね。気をつけます。若い頃はさ、スッと描けたラインもね、もうこのシワシワのところにこう埋めていく感じだからね、何度も何度も擦らなきゃいけないのね。さっと一回でいかない。これはしょうがないね、だって61だもん。ちょっと先生、私のコメント、そのコメント違う、他のこと考えててごめんなさいね。あの私のトリマーのさっちゃんです。トリマーさっちゃんになっちゃったね、なんかね、いつの間にか。メイクのさっちゃんじゃない、トリマーさっちゃんになっちゃった、ね、光栄でございます、トリマーここら辺は後で直せるから、ちょっとで、あとは下を入れて、これも後で直せる。何でも後で後でって、そんなに本番の時間は決まってるの。はい、それではですね、ここでほんのちょっとだけね、秘密の作業をしますので、どうしようかな、どこにしとくかな。じゃあメイク道具見ててください。はい、お願いします。はい、ここでお願いします。いいですか、失礼します。秘密の作業をします。お茶します。あ、ちなみにカラコ入れるわけでもなくあのテーピングするわけでもなくこれね、本当に教わるんですよね、こういうのね。でね、微妙に同じもの買ったつもりが、私が今家で使ってるのとちょっと色が違ったりとかして、こういうのとかね、なんかほんとキンキラキン。でもこれちょっとゴールドが入ってる分ね、真っ白にはならなくて、そうそうそう。はい、すいません。あ、それでね、これがね、クラランス、クラランスのこれがお化粧した後にしっかりね、ファンデーションがね、定着してくれるんですよ。これもね、YouTube の方に教わって、YouTuber の方に教わって、これね、いいですよね。で、香りもね、すごく素敵。今私は何をやってんだろうって皆さんね、そうね、何をやってるっていうとね。表現はね、なんだろうな、あ、じゃあね、皆さんにヒント、今ね、こんな感じです。わかんないでしょね、顔になんかこうへのへのもへじを書いてるわけでもなく、あとですね、10秒で終わります。でもこんなに時間ないの初めてだね。そうですね、ね、こんなに会議室が赤だから、ちょっとは他に空いてる会議室があって、前の人が終わるまで待ってないで入れたりとかするって、ほら今除菌を全部するでしょ。だからだと思う。リップ、リップ、リップサービスってなかったっけ、なんかそんなこと。リップサービス、リップサービス。あ、昔はね、こんな固形のものもね、三菱だっけこれ、
そう、そう、ね、舞台メイク用でこれがね、すんごく濃くつくんですよ。あのね、ちょっとやっただけでかなりね、もうね、どん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 ね、色がね浮き立ってくるの。これ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 、この上にファンデーション塗ってもどん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 色がね、うわってね浮き出てくれて、これをね舞台メイクで使うんですけど、はい、じゃあ、はい、トリマーさっちゃんが戻ってきました。トリマーさっちゃんでーす。ピンクなんですか？し、白になんか光るとピンクっていう靴な方でしたっけ。私ね、あとマスカラ塗るだけ、あと口紅は後で。あ、今のかと食事中の人いたらちょっと気分悪くなる。これで、あ、うん、全然大丈夫です。ほら、これ綺麗でしょ。あ、ちょっと光っちゃおうか。これ本当にキラ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 してるんだけど、ここじゃ分からない。あ、分かった、ちょっとこれいい。でこれね、あのスタジオとか本番用っていうのは表に履かないようにしてるんです。こうやってちょっとはね汚れついちゃってるけど、そうなんです。でステージの上は新鮮なものなので、袖まで普通のあのズックとかで、ね、サンダルとかスニーカーで行くけど、ステージに上がる時にはちゃんと綺麗な靴っていう風にね、先輩に教わったんです。ありがとうございます。これですね。はい、ありがとうございます。あ、これいつもこれこんなにいいって言ったのに吹きかけるの忘れる。もうさっちゃんもね、いろんな場面をねくぐり抜けてきてくれたからね。あ、30分しかありませんって言ったらね、できないと私たち言わないね。なんとかします。旅番組も早いですね。はい、旅番組なんかメイク室ないですからね。あ、そう、お風呂入るときに1時間かかりますか2時間かかりますかメイク直しって言われるんですけど、5分でいいですって。着替える時間あれば、そう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 、5分でいい。でメイク室がないときは廊下でもいいな。私ほんとどこでもいいの。屋根があれば、もう屋根があれば、で、皆さんにね、私のいろんなもの見せて、ご迷惑じゃないければ何でもいいの、全然こだわりなし。で、それが私アイドル時代いけないって言われたの。ライバル心とか、そう、闘争心がないと売れないとか、あの、良くないって本当になんかこう怒られたっていうかね、レコード会社の人にもね、もうスタッフの人にもね、みんなに言われたら競争心なさすぎって。競争心ってあった方がいいのかな。だって真似できないもん、私みんなの。ボカーンとくちゃいで見てる。え、なになになに、ボカーンとそれを口開けて見てるタイプ。私、あ、そうそう、すごいな、あの人たち。そう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 、全然全然全然 OK。なんか競争心があった方がいいのかな。でも湧かないからしょうがないよね。やっぱ自然に湧かないものを湧かそうと思っても、それは良くないね。そうそう、オーバーは自然がいいの。だからもう気の向くままに、気の向いた方向に出かけていくのが一番いい。やっぱりこれマスカラすごいかもしれない。ちょっと皆さん気持ち悪いかな。そう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 、これこれこれ、マスチックじゃなくって、私こっちがね今ねほとんどね、これ気持ち悪い。いや、あ、ごめんなさい、口開いて笑っちゃった。これ口の中アップになっちゃった、ごめんなさい、本当にごめんなさい、本当にごめんなさい。さっきね、あの鉄火丼食べたから乗りついてたらごめんなさい。そっときます、おい、そーっと。目凍っちゃった。
じゃあこれさっちゃんおすすめ の, あのジェルネイルの入ってるね、前回もね、ちょっとあこうやってやるの、こうやってやるの見えとくの、はい、これをちょっと私ね今散らかしちゃったからちょっと片付けるね、ね、1時間半の待ち合い時間にね、あまりにもご飯食べても時間余っちゃったからね、あのもう子育てもうちょっとで卒業のね、あの取り回さっちゃんにね、お弁当をどうやってどんな風にメニュー決めてたのっていう風にね聞いて、ちょっとヒントもらっちゃったんで、ちょっと今日はそれ買い出しして、明日のリーマンパパ弁当はねそれにしてみようかな、お楽しみにって感じです、うん、あでもそのリーマンパパ弁当が先に皆さんに見ていただくか、こっちを先に見ていただくか分かんないもんね。でもね私ねやっぱりね、取って出しってね、取ってすぐそのオンエア出すっていうのが合ってるかもしれない。なんかねちょっとねこう動画回し何本かバンバンって回してたまるとね、なんか流すときにえもうそれって遅くないみたいなね、なんかやっぱり撮った時が今なんだよね、言いたい時がもうその時なんだよね、日にちが経っちゃうとそれをなんかこうあちょっともうあの話題が遅れちゃったかもとか思いながらね、でも大体はもうあのお蔵入りなく皆さんにお届けはしているんですけれど、でも1日1本っていうのがね大変だよって言われたけど、もう2ヶ月ね 100本超えたのかな、ありがたいこっちゃですね。私ねもともとね写真撮ったりね、あの動画回したりね大好きなんですよ。 YouTube 見るのも好きだけど、物を作るねその映像を作ることが大好きなので、全然苦ではなく、たまにねあの昔ねブログを1日10本20本あげた時に、さすがに見るの疲れるからもう少し少なくしてくださいって言われてはーいって言いながらね20本あげてたでもあの他のタレントさんと比べちゃいけないんだけど、見てるとあこれからご飯作りますって2行3行1行から3行ぐらいで、なんかそれでね一つの記事になってますもんね。私すっごいそう考えると長文のような気がする。写真もいっぱいで、なんでそんなに一日何本も上げられるんだろうと思って見たら、一言の方多いですよね。はい、これはね即効性があるということで、もう乾きますね。皆さんがやってるようななんかこうモーニングルーティーンとか、それからルームツアーとかあのリクエストいただくんですけど、ルームツアーなんか本当に一瞬ですよ、パッと見たらもう終わっちゃうので、そんなたくさん部屋あるわけでもないし広いわけでもないし、ルームツアーって言った、でもね私自分でトンカチやってあの倉庫部屋を作ったので、それはご紹介できるかな。あのカラーボックスをあのこう積み重ねて自分でトンカチ、キッチンもね実はねもう20代から使っているカウンターの家具があって、で、スタッフからいただいた誕生日プレゼントにいただいた冷蔵庫があって、その上にねあの木の板買ってきてくっつけてね、このコの字にこうやって乗っけてるだけでね、カウンター大きいカウンター作っただけなんですよ。なのでまあ引っ越すとかもういらなくなったって言った時にはすぐ解体できるような感じだけど、しっかりとしていてっていう感じですかね。うん、昔はねリフォーム結構ね自分でやってたんですよ。あのね知り合いにですね、もうちょっと近くやるかな、メールしたからね、知り合いにですねあの引っ越した時にダイニングテーブルあるからいるって言われて、あーいるいるいるって、もう引っ越しでお金かかるしそんなにねお仕事もしてない時だったんで、いる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 って言ったんですよ。そしたらねなんかねもう椅子がねあの欠けてるんじゃなくて割れてたりとかして
もうドロドロのが来て、へえと思って、でもいただくって言ってしまったのでもらったんですよ。あそこあそこアパートみたいなとこの行った時のあそこのテーブル覚えてるかな、ワンタが生まれたところ、あ、いやね、あそこ、そう、そのテーブルをね、じゃあもう作り直そうって言って、今でこそ DIY って流行ってますけど、材料屋さん行って、椅子のシートのカバーとか中のクッションとかガチャンガチャンガチャンって、その裏側止めるやつとかペンキとか買ってきて、全部綺麗に、それも自分の好きな、なんかこうパステルカラーみたいな白いテーブルに、その座椅子が、そう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 、こんな感じの、もうちょっと、もうちょっと明るい色かな、こんな感じのね、もうちょっとオレンジっぽい感じかなにしたんですよ。もうそれはそれでね、自分で作るっていうのは、自分が好みのね、探すの大変だからできたんですけれど、材料代が高くついちゃってあまりにも直すとか多くって、でその時代もうね、2、3万出せばもうすごいいいね、ソファーとかテーブルとかカルチダーだったので、なんだかね、5万とか7万とかかけてね、もう家中ね、なんかこう塗料の匂いしながらね、ガチャコンガチャコン作り直したんですよね。でもね、その作り直したテーブル誰かにね、引っ越す時にもらってもらったんだよね。私何回かね、ちょっとね、引っ越さないタイプなんだけど、引っ越しをした時に大体その時にある家具とか物とか小物とかいろんなものの半分はね、処分してっていうか、そのもらっていただいて、身が半分身軽になって引っ越すんですよ。でまたそこからまた半分になるんです、また半分になるんですけれども、減った気がしないんですね。それだけ落ち物が多いのかな。なんかね、今ワンコのね、道具がすごいもういっぱいなんですよ。だからそれがね、で整理がついたら多分ね、私ね、うちね、何にもガラガラ何にもなくなると思う。そうそうそう、ワンコの毛布とか、シャンプーセットとかケージとかサークルとか、あとはなんだろう、まあね、歯磨きセットだとかだとか、これもうすっごい量なんですよね。それそういうのが、ね、もしなくなったら本当に私も何日、このね、これもね、20年前の今日は、何の仕事か言ってなかったですねごめんなさい、もう30分も話してて、ノコオーのブランドの QVC で生放送でご紹介っていう仕事でございましたごめんなさい。これね、実は20年ぐらい前のやつなんですよ。もう本当にノコ先生のは新作と古いのとね、混ぜて、でこれ手洗いできるんです。こんな美醜がいっぱい終わった、はい、すいません、間に合った。あ、でも前髪ちょっとやっちゃおうか、はい、お願いします、美醜がついててね、でここジーンズ生地なんですけれど、ここがね、タフタの2枚仕立てって、ここがジープリーツってグラフィックプリーツって言うんですけど、のこ先生のこれ全部伸びるんですよ。ここがね、楽なんですよ。ジーンズの装いなんだけども、ちょっと楽っていうね。そうそうそう、本当にね、古いのと新しいのがね、もう一回ちょっとドライヤーします、はい、うるさいですけど、湿気が多いから、もうそうですね、あと13分あります。湿気が多いから、ちょっとこのカール、はい、スプレーして、いいですか、お願いします。ちょっとね、今日湿気があるからね、ほら、こんな短時間なのにこんな厚化粧してるちょっとあまりにも打ち合わせするのにこの縁取りは気持ち悪いので、ごめんなさいね、大丈夫です、はい、すいません、ありがとうね。でこれでちょっと縁取りを薄くして、小崎社長がすごいのこ、30分しかないのに大丈夫って心配してくれたんですけど、すごいやきもきして待っていただいてた、でも長いお付き合いのさっちゃん、
もう早くね、かようにでも対応してくれてありがたいね。本当にありがとうございます。ありがとうございます。ここでここを持ち上げてまずかけてしまう。ちょっと下崩れたらごめんね。あ、大丈夫ですよ。ここもうね、昭和のこのひっくり返し、このひっくり返しは定番で、もしかしたら私こっち髪の毛ちょっと少なくしちゃったかもしれない、うん、短いのね、今伸ばしてるので、うん、だんだんをね、うん、あとはもう本番前にね、ベースができてればなんとか、うん、そうですね、打ち合わせ終わってでもね10分ぐらいで着替えて、そのまんまもうマイクつけて本番なので、うん、あんまりあるようでないんですね、うん、ありそうでなさそうで、あ、ちょっとここ長いかな、これちょっと切ろうかな、あ、ちょっと細かいことなんですが、こうやってここで前髪を切ると顔にくっつけてるよって社長に見つけられる。髪切ったのがバレてしまう。よく見つけてくれますね。そう、ちょっとここら辺を短くしてダウンをつけて、それでアイドル時代から前髪こうやって切ってたんです。楽屋で伸びが早いからね、本当に楽屋で切ることも多く、本当に伸びが早いね。もうちょっと顔をね出してね、ここら辺濃いかな、うん、大爆肉出来上がりました。ありがとうございます。お、10分前に出来上がった。打ち合わせ10分前です。今日はね、ちょっとちらっと見える、あのね、今日の私着る洋服はあそこの白いあのゴールドっぽいスカートと、1回目のあのピンクと左側のピンクでちょっと長めの白で、前の方にねピンクの柄が入ってる長めのやつと、あの2種類を上着させていただきます。よいしょはい、今日もすっ、でも今日はすっぴんからですからね。はい、これは流すか流さないか検討します。はい、今日もご覧いただきましてありがとうございました。なんかね、こんなね、あの楽屋っていう楽屋じゃなくてちょっと会議室なんですけれども、あのメイク室もいっぱいだったりとかして、まあ、ソーシャルディスタンスを保つためにね、ちょっとあのせっかくね会議室をお借りしてるので、ここでパパパッとやってしまおうかということでね、わがまま寄せていただいてるんですけれども、こんな裏のドタバタいかがですか。はい、これから、30分打ち合わせをして1時間後には生放送で、のこのブランドをご紹介させていただきます。ありがとうございました。それでは、あ、そうだそうだ、これなんかねタイトルにね載せる写真をね、いつもここら辺にね、あの分数が入るので、ここに来ちゃうとこうやって顔が隠れるっていう、最近勉強して、じゃあどうしようかな、何か、はい、あ、ちょっとこれ借りよう、はい、なんかメイクしてる風な感じの最後じゃあさっちゃんいいですか、それでは一緒に、はい、すいません、じゃあねー、ありがとうございますって止まるとこがあると写真がねパキッてできた。それではありがとうございました。